僕はゲーム入門としては、まあ、ロックマンというかメガマンでしたね。イナフネさんが作ったメガマン X でしたので、まあ、イナフネさんとの話を聞けたことがすごく嬉しく思いました。やっぱり縁っていうか、全然違った生き方してた人が一堂に会して、でもゲームを作るっていう一つの目的の中でやるっていうのはすごい楽しかったですね。稲船さんはですね、めちゃくちゃトークがうまいですね、うん、まあ、質問タイムなんかを設けて、予想の斜め上のような、質問を投げかけられても、自分の体験談とかを、話したりとかして話を膨らませていくっていうのがすごいうまいなと。やっぱりこうなんかやっぱ見てもらえる、稲船さんに直接見てもらえるのがやっぱりなんか どんな評価出るんだろうみたいな感じで、会議中でもちょっとリーダーとして判断力に欠ける部分とかもあったりしたんですけど、他の人には得られない経験っていうのがリーダーによって得られたと思いますので、すごい経験になったと思います。やっぱり業界ですごい実際に働いてる人のなんか凄さっていうのを目の前で見れたりとかしたのも、みんなと全然今まで関わったことのない人とすごいいろんな意見を交換することができて、それがすごい僕は楽しかったです。考え方というところでいろいろ教わりまして、でやっぱり稲船さんの考え方っていうのはとても参考になるところもありまして、それがとても勉強になって楽しかったです。毎回毎回来るのがすごく楽しくて、みんなで集まって、いやこれは違う、これはそうだよ、これはこうやった方がいいんだよっていうふうに、まあ、私個人一人でも認められるような、そういうゲーム、本当にゲームクリエイターとして頑張っていきたいなと思います。やっぱり稲船塾に行って人と接することによって、やっぱものづくりっていうのは楽しいなということで、自分的には成長できたと思います、